高め、さあレフトへ打球が伸びていって距離は十分ですがどうか、入りました。先頭バッターホームラン、高めのまっすぐ、池田ライトが捉えました。やっぱり許してくれませんでしたね。いやそうですね、3球ぐらい連続高かったですね。これも捉えた、クリーンヒットです。中村翔吾、中村もこの宮崎からね A 組に合流してるんですがしっかり振っていきます、158で一番打点多かったんですね。これもうまく右方向に変化球を持っていきました。ランナー二塁一塁です。また真っ直ぐやっぱり低めに決まってるんで、はい、やっぱりそこは錯覚してきますよね。真っ直ぐライトへ打球が伸びていく。ライト下がってきた、フェンスいっぱい、フェンスを越えたホームラン、安田の一発。さあこれも真ん中に入った甘い球だ、ね、レフトの頭を越えていきます。そこをしっかり捉えた山口。藤原ホームに帰って3点目バッターランナー、ね、体つきもいいですしね、はい、これはショートの頭上を越えていった。レフト山中バックホーム、ボールが逸れる。今ホームイン山口、4点目。松川タイムリーヒット来ます ねここは当たり損ねは三塁線、これはもう一塁送球野口できません。内野、はい、これもいい当たり、セカンドライナー頭上を越えていく。ランナーがホームに帰ってきました。ファーストランナー三塁はセーフになって、バッターランナーもセカンドへ、オールセーフです。バッター福田、センターへ打球伸びていく。センター渡辺下がっていって、下がっていって、下がっていって、頭の上越えていきます。長打、ランナー2人は帰っていく、帰ってくる。福田光輝はセカンドへ、センターオーバータイムリーツーベース。この打球がセンターの前に弾みます。ヒット、ストレートを捉えました。藤原のヒット、打っていく、それはセンター前、フォークを捉えました。藤原セカンドに止まります。山口今日3安打。いやそうですね、ライト前ヒットはタイムリーヒットでした。初球から打っていきます。レフトへ、さあ打球が上がって、山中下がっていって、フェンスの頭で越えていきます。処理もたつ間にランナーは三塁へ。三遊間破っていく。小川のヒットはタイムリーヒット。これでマリーンズは先発全員安打、8点目が入っています。これもいいボールだった。サード取れません。今の初球打ちは一塁線がフェアになった。頓宮取れません。ランナーこれホームに帰ってきます。バッターランナーもセカンドへ、松川ホームインです。自分たちがこう取り組んでいることがしっかりできているかどうか。さあ紅林一塁送球、この送球が悪い。ランナー二人がホームに帰ってきます。二塁はアウト、ランナーのホームインは認められましたか。この打球がセンターの前に落ちて、ランナー満塁と変わります。山本大斗、ここはヒット、今年が2年目。